どうも、こんにちは。本日なんですけども、ポケットモンスター、ブリリアンダイヤモンド、シャイニングパール、前回の続きからやっていきたいなと思います。ということで、今日はね、ちょっとポケモンリーグ四天王に挑戦ということで、4人目ですね。彼。ゴヨウ。これはいいタイミング。ちょうど本を読めないところでした。では自己紹介を。私はゴヨウ。使うのはエスパータイプ。それにしてもここまで来るとは、四天王最強と言われ、私も全力で戦わせていただきます。来ました、四天王最強。四天王最強っておもろいな。うわ、バリアード厄介やな、こいつ。ちょっと待って。これ俺、勝利の方程式があるんですよ、僕の中で。とりあえず、瞑想を使っていく。よし。リフレクターもエグいからな。瞑想めっちゃ強い。おう。だから、ここで、ちょっと満タンの薬使います。すごい傷薬じゃなくて満タンの薬っていいよね。もうめっちゃ上がった。最強。しゃあ。炎の渦。じわじわと削っていこう。よし。オッケー。うわ、バリアードすごかったわ。フーリンか。これまた、いや、強いやつ出てくんな。よしね。こいつやばいって。火炎車。うわ、やっぱ特攻グーンって怖いな。なんかいかれるな。絶対やられるわ。あかん、特攻グーンはえぐい。
ちょっと上がりすぎやろ、ちょっと。よし。出た、キリン抜き。未来予知絶対どっかで来るよね。いけ、レントラ。ちょ、レントラならね、なんとかやってくれるんじゃない？トリックルーム。このタイミングで来る。ちょっと待って、これ強いぞ、ほんまに。惜しいね。おっしゃー、キリン力撃破。やばいな、チャーレム。お、めっちゃぶつかってくれた。オッケー、ナイス、これはでかい。きたー。ぶつかったのはでかいな。お、パルキアいいね。どうたくん、どうたくん来たよ。ちょ、どうたくんめっちゃ僕も欲しいんですよね。なんか、あ、まあ、いや、もう間違えたけど、いや、デンジャーして。あ、使ってくる。やっぱり使うよね、そら。完全やられるから。何出しても行かれるんか。なんか無理やすで行くしかない。お、いいね。ちょっと待って、満タンの薬行こう。いや、でもこれもう総力戦やな。めっちゃ強いわ、やっぱり。やばい、ちょっと。あー、ガブリアス！
よし、もう今がチャンス。頼む、行ってくれ。来たー。なんとかどうだくんやっつけましたね。おー、目標レベル62になった。いいね。四天王の御用との勝負に勝ったそうです。四天王御用強いよ、やっぱり。ということで、ついにやってきました、皆さん。これであなたは四天王全員勝ったわけですが、まだ終わりではありません。ポケモンリーグに私たちより四天王よりもはるかに強いチャンピオンがいます。さあ、扉をくぐ抜けて最後の戦いに挑みなさい。ちょっと待って。ちょっと待って、ついに来たよ。来ました、ついに。皆さん、ついに来ました。ちょっとその前にセーブしとく。ちょっとここでね、ついに来たんですよ。ということで、元気のかけらじゃないな。来ました。ね、これすごい傷薬使う？いや、違うな。ここはね、元気のかけらや。で、すごい傷薬じゃなくても、満タンの薬を、効果ザル、そして、エントラーに使いますと。すごい傷薬は、ガブリアスに使うっていうね。よし、じゃあもう、ついに最後の戦いに入ろうとしています。ちょっと待ってね。ちょっと休憩させて。ちょっと、待ってください。ちょっと待ってくださいね。はい、それではね、もう最終決戦挑みますよ、シロナ。もうこれ、ちょっと、この戦い、僕めっちゃ好きなんですよ、シロナさん。シロナ俺好きやわ。やっぱチャンピオン。来た。おほほ！ちょっと待って、これ。元気にしてた、そう、天眼山のことを感謝しています。どんな困難にもぶつかってもポケモンと乗り越えてきたので、それはどんな時でも自分に勝ってきたということ、そして学んだ強さ、君たちから伝わってくる、さてとここに来た目的は分かっています。ポケモンリーグチャンピオンとして君と戦います。来た、ミカルゲ。いいね。行っておいで、ゴーカザル。やばい。ミカルゲのプレッシャー。そう、これどうしようかな。ちょ、瞑想使おう。やっぱね、でも積んでいくって大事やん。ミカルゲこれゴーストと悪だから弱点がないっていうね、めっちゃ強いと思うんですよね、これ。よしよしよし。積んでいこう。
最高気ですか。大丈夫大丈夫大丈夫だよ。バック。これもね一瞬のね月も許されないんですよ。でちょこれこのシロナ普通に強いから。お前らどんだけサイコキネシス積んでくんねんっていう。よし、いいね。うわー、ここで特防避けてくる。特防下げられるの厄介な。ちょっと待って、総力戦やな、こんなんもん。よし、ちょっと白ないね。お、最高気好きだよ。うん、そろそろ行くか。まず炎の渦。お、当たらん。そんなことある？え？阿部社？だってこれやばいって。だってこれめっちゃ強いやんこいつ。ちょっと待って、豪華猿の炎の渦当たらんとかある？ちょっと待って、これかなりやっぱ強いね、ミカルゲ。もう豪華猿4回くらいやられてますからね。ミカルゲえぐいってこいつ。じゃあ炎の渦来た。 OK、 これはね、ふざけんなお前ら。多分だいぶ回復すんなこいつ。まあいいよ、この辺でちょっと一回やっとこうかこいつも。おそらく回復の薬使ってくるやろ。ちょっと待ってな、きついな。強いわ、めっちゃおもろいこいつ。強すぎるよ、あのシロナ。シロナ強くね。で、いいね。おっしゃトリトドンか。厄介なやつ出てきよったぜ。だけどとりあえず一旦回復させよう。行く。まあでも波乗りに耐性はあるから、水の波動とかにも。よし、いいよ、こんなん全然いい。
なんか全然暗いな。もうこいつやばいって。え？めっちゃ強ないこれ。あかん、これ相性悪すぎるな。これはやばいわ。このままいってたら絶対行かれる。相性やばい。こいつ行くか。こいつ水が入ってるから、確か水と岩やったんじゃない？水と地面？え？何こいつ？なんなんほんまに。おうおう、やばいって。ふざけんなよお前。ちょっとこいつ強くね。めっちゃ強いな。効果なしってお前ふざけんな。ちょっととりあえずダメージ与えよう。噛み砕け。やばこいつ。こいつ何マジで。知らなかった。やばい、こいつやばいって。こいつやばいって。強いよ。トリドローン強いな。あかん、これ多分ね、きついな。オッケー。ウッドハンマー行こう。ワンパンやろ、こんなん。待てよ。おそらくね、ここで回復してくると思うんですよ、僕は。絶対回復の薬使ってくるから、だからね、とりあえずまず葉っぱがあったよ、ここは。おしよしよし。おっしゃー。もう弱点ついていけば何とか可能性はある。ロイズレイとか。総力戦やろ、こんなん。もうワンパンしよう。相手の方が早いんか。おお、やっぱこいつ。オッケー。よし、ありがとう、ムクオーク。よくやってくれた、本当に。このムクオークのね、一撃がでかい。オッケー。ちょっと待って、これもう。多分、おそらく、ミロカルスかルカリオで来ると思う。よし、ルカリオね。ルカリオは鋼格闘やったから、豪華するからめちゃくちゃ相性はいいから。おお、出た、どうだ。やばいな、これも。こいつの波動がやばいぞ。もう、ツースしかない。うわ、相手の方が早い。あかんわ、これ。きついな。波動弾打ってくれやろ、絶対。ということはですよ。ワンパンするしかない。てか、リカリオめっちゃ強いやん、こいつ。やばいって、ほんまに。
あかん、これ結構力負けするのよ絶対。ここグーンってやばいねんて、グーンってやばいねマジで。オーケー、よし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 、いいぞ、でかい、オーケー。だってこれね、素早さの速いやつをワンパンするべきなんよこれは。ちょっとこいつさえ倒せばなんとか。これちょっと待って、もう勝ち目は一つしかないわこれは。雪のを盾にして、おお雪降らしいね。そうか、この手があったか。してこれね、元気のかけらじゃない、とりあえず豪華ザルに技を一発耐えさせて返り討ちにするしかないやもう。これで無理なら多分無理。ブローランやばいな。ルカリオやばいわ。えぐいでルカリオ。めっちゃ強いよ。オッケー、来た、これはでかい。総力戦。ここに来て、フレアドライブ行くよ。キラーってことでめっちゃ強いよ。よし、ニノカルスか。まだ勝機はあるぞ。とりあえず仲間たちを。ちょっとこれやばいな。どうする？シンプルに強いよね。普通にやっぱ強い。ミロカルス水やから。おう、ナイス。マジか。ミロカルスにも放電ならいけるんじゃない？よしよしよし、耐えたな。めっちゃ強いけど。
本当にね。これね、総力戦。よし、何度かいけるかもしれへん。ちょっと待って、これもうどんだけ満タンの薬使ってるんっていう話だけど、とりあえずなんかシロナを1回クリアしたらまだ2回目のねポケモンリーグとかもあるみたいなんですよ。でそれもマーキ地区みたいなんで、ちょっとね挑みたいなと思います。自分もとりあえずちょっととりあえずこのシロナ超えていこう。うわ、こんな技使ってくるんや。レブってこいつ。思考さえするか。よし。ちょっと待てよ。これはね。やばい。自己再生はエグいぞ。よし。エグいな。ミラーコートまで持ってたんだこいつ。いや入って。ミラーコートやばい。よし、勝機はある。雪の来ました。ちょっとこれめっちゃ強いって。これほんまにきつくやん。もう行くしかない。ウッドハンマー。あ、やばい、これちょっとやばいわ。これはやばいんじゃない。このウッドハンマーちょっとあかんやろ。これはちょっとミスったかもしれへん。ミスったんじゃね？あ、でもまあ、まあまあまあ、耐えてる耐えてる。いいね。よし。じわじわ行こう。こんなの、もうどんな手でも使うぞ、俺は。元気のかけら。レントラーは相性がいいから。粘ってくれ。よし、冷凍にそんな食らわんはずや。オッケー、いいね。ここで、満タンの薬使います。相手にとって最も嫌がることをやるっていうね。俺の満タンの薬効くやろ。シロナ強いわ、普通に。もう回復の薬どんだけ使ってんねんって話だからな。OK! ウッドハンマー、行ってくれ。うわ、ここでくれ。よし。ミロカルスやばいな。オッケー。これやけどで。やけど。おっしゃー。ついに来ました。最後の戦い。さあ、雪の戻れ、行け、ゴーカザル。ここまで追い詰められたのはいつ以来かしら。チャンピオンを知らぬのはガブリアスを繰り出した。ひ
たガブリアス。ちょっとこれガブリアスな。なんかでかくないこいつ。ちょっと待って。これね、総力戦やわ。しにくいよ。俺どんだけで使ってでもいいからもう。こいつやばいな。本当に強い。大丈夫。勝てるよ。ワンパン？そんなことある？ちょっと待ってよ、こいつはやばいぞ。ワンパンされます？ちょっとこいつやばいってほんまに。なんなんこれ。効果なしか。なしか、そっか、地面あるんか。ちょっと待って、そりゃやばいな。自信満々ってことやから、こいつらやばいって、ガチでやばい。えぐいわ。こいつえぐい。ちょっとやばい、やばくねえガブリアス。ガブリアス強っ。おー、よしよしよし、これはでかい、これはでかい。この作戦でいこう。ちょっと元気のかけら使うって。あのね、この総力戦やねん、こんなの。俺どんだけ道具使うねんって話だけど、うわ、またわけのわからんから使ってきよったぞ、ほんまに。攻撃力がやばい、これ攻撃力あらマジでやばいって。ちょっと待って、これエグない？多分雪の王の吹雪いったらだいぶくらいいけるね。とりあえず減らしていこう。おっしゃ、でかい。ナイスや。うん、これ多分ね、素早さ的にいかれると思うんですよ。多分これ豪華雑地震でワンパン食らうから、ガチで最善策としてはね、これやわ。やばっ、こいつエグいやん、めっちゃ強いやん。ちょっと待って、強くね。雪の王行く、行け雪の王。総力戦、でも攻撃力高いよね。地震ドラゴンクローに剣の舞か。これ素早さも異常やから、まあでも吹雪さえ通れば。うわ、こいつやばい。ちょっと待って、こいつやばくね。え、よし、プレッシャー。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってね、これほんまに強いね、めっちゃ強いから。ちょっと最後もうゴーカーザルでいこう。最後はもう君に決めた。おおおお、めっちゃ強い。ちょっとこれやばいって、ほんまに頭おかしいよこれ。あかん、これもう多分ちょっときついな、ガチできついわ。いやでもね、ここまで来たのに、ちょっと待って、これ強すぎる。ちょっと待って、ガチで考えろ。考えにくいんや、俺は。これもレントラーは電気つかないんですよ。
でもしかも今ワンパンにつられるっていう状況になってるから、結構ガブリアスなんですかね。いいね。よし、じわじわ弱らせたらいけるんちゃう。これもね、避けさすしかない。総合力やろ、こんなの。あ、毒好きなんや、もう一つ。この攻撃力よ、おかしいやろ絶対。一回ガブリエスで行こう。耐えろ、耐えない、いいね、耐えて。やばっ、こいつエグいわ、マジでエグい、びっくりするぐらいエグいで。この強さよ、ほんと恐ろしいな。じゃあね、よしよしよし、こういうのいいよね。もう元気のかけら、ちょっとこれね、もうちょっとそろそろこれわざともう負けるっていうか、もうこれちょっともうこれ多分あえて素早いから勝ち目ない。こういうのでかい。違うんよ、これガチでもう手も足も出ない状況になってるから、もうこうなったらもう最後豪華猿に頼もう。もうこれでもう負けたらもうしょうがないわ、もう頑張った俺は。オッケー、いいね、こういうの。もしかしてまだ最後のチャンス。そう、雪の方で素早さがやばい。もうワンパンかけるしかない。もうあの禁術を使う。フレアドライブ一回ちょっと使ってみよう。耐えて。うわぁ、えぐいなぁ。ね、もうこれやばくね？絶望。ちょっと待って、ここまで来たのに。よし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 、それを待ってて、俺は。ちょっと、その作戦で行こう。でもね、ちょっと一つだけ言わせてもらっていいですか。このペースで行くと、元気のかけらがもう底を尽きるっていうね。絶望やん、これもう。ちょっと待って、もうマジでなんだ。これどうせっていうの。ワンパン。あかんな、これもうガチでちょっときついかもしれへん。OK。あ、まだあられやったんかよ。
と待って、これやばいな。エディってこれ。ちょっと待って、これ、化け物。これも多分負けた方がいいよね。俺もこれ、これ戦ってみて、この勝ち方なんか卑怯に覚えてきた、俺もう。ちょっと負けますもん、これもう。さすがに。こんな勝ち方俺が許さんわ。ないんやけども、ちょっと待って、多分無理やと思う、これ。さすがにね、力がなさすぎる。お勝機が見えたんじゃない？これ勝機が見えてきたな。いけるぞ、ほんまに。なんちゃなんで。よし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 、でかい。でかいよ。で、これね、勝機見えてきたわ。これ、あの、ムックホークの威嚇を使って攻撃力さえ下げれば。よし、なんとか耐えるようになってきた。これいいぞ。じゃあムクホークの多分次地震使ってくるんですよ。だからそこをなんとか、あの、攻撃力を下げれば。ちょ、剣の前されたらやばいんだけど、もうエブリよ。よし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 、威嚇避けていこう。オッケーオッケー、でかい。これはいけるぞ。ウォーカザル回復の満タンの薬。よし、攻撃力が下がっているから、もうこの呪文バトルの一環やろ、こんな。なんで強いんやろ、こいつ。こいつエグいな。いや、白なのポケモンだし、マジでエグい。いや、こんなんで勝ったなっていう。もういいよ。この手使ってもとりあえず次のステージで行こう。あの、多分、あの、2回目の殿堂入りは僕もうガチで戦いますから。あの、ガチで多分強くなってると思う。よっしゃ。これね、もう総力戦やで、こんな。防御力もやばいな。防御やばいよ、これ。ほんまに正しい勝負。簡単に終わらせないわよ。よし、もう、この2匹でなんとか行くしかない。だいぶ弱ってるな。攻撃力でね、だいぶ下げたんですよ、もう。急所か。もう一段階ぐらい下げときたい。もう、今日こんな勝ち方でいったなっていう、もういいよ、勝つことが大事なの、今は。まさに死闘やろ、これもう。満タンの薬で、おかざり。これ、エグいな、死闘。こんな勝ち方したらいいなんかっていうぐらい。ああ、使ってきたか。目の前行きましたよ。でも、命がけ
えぐい戦いやったわ。おお、来ました、チャンピオン。白野との勝負に勝った。さっきも泣きました。最強のチャレンジャー、そしてドラマ最高のポケモントレーナーとしてチャンピオンになった。白野やっぱかっこいいな。お見事です。素晴らしい戦いだった。ポケモンが最大限力を発揮できるよう応援しつつ、冷静な判断で見事勝利した。その情熱と落ち着き2つ合わせた君とポケモンならいつだってどこだって戦っていい。そう、チンオジオの新しいチャンピオン誕生ね。さあ、そのリフトに乗って。もうエグい戦いだったわ。おお、殿堂入り。この先あるのが殿堂入りの部屋。殿堂入りおめでとう。ゴカザル、エントラー、ガブリアス、ムックホーク、ミクノー、タルキア。いやー、すごい戦いでしたね。オーネグチャンピオンおめでとう。もうすごい死闘やった。これすごい戦いやった。お、殿堂入り。もうなんか泣きそうになってくるな、こういうの見てたら。すごい戦いやったな。ちょっとね、シロナのバトル、元気のかけらとか満タンの薬とか大量に使ってたでしょ。あのガブリアスバケモン、あいつ素早さも速い上に攻撃力が半端ないから、技は地震毒好きで、剣の前にあと何やったかな、あと何でしたっけ、なんか物理技だったと思うんですけど、ドラゴンクローカー強力やったわ。ただあれね、これ多分殿堂入りクリアしたらまだパワーアップしてるみたいなんでね、その辺も楽しみだなっていう感じしますけどね。いやー、すごい戦いやった。でもやっぱポケモンっていろんな人が関わって作ってますからね。なんかなんかやっぱりいろんな人が関わってるんだなと。えぐい戦いやったと思うね、自分我ながら思いますから。
うん、なんかもうすんごい試合でしたけど、どうですか皆さん、どう思いました？オーケー。めっちゃすごい戦いやったな、最後。我ながらね、あの死闘はすごかったと思うんです。あ、終わり。終わりじゃないよ。終わらないで、まだ続くよ。いやー、すごい試合やった。ポケモンバトル楽しいな。お、始まった、始まった。ということで、またね、多分続編っていうのがあると思うんですよ。伝説のポケモンを捕まえたりとか、ポケモンリーグ2度目用にチャレンジしたりとかね、なんかいろいろあると思うんで、ちょっとまた、お、何やこれ。さっき翔太君があなたを呼びに来たわよ。お、喫茶機していいから船に乗れですって、あの子せっかちで話を聞く前に行っちゃったので、どうなるの？なんか、それでは順調なんかした。喫茶機していいから船に乗るのか、まあ。ということでね、ちょっと、次回続編ね、やっていきたいなと思います。ということで、今日はね、なんとか、ポケットモンスター、最後ね、なんとかね、ちょっと、このメンバーで、もうボロボロ、ちょっとやばい、全員、最後、ね、もう一か八か、行きましたけど、これでちょっとなんとかね、ちょっと、とりあえず寝ようか。回復したのかな？してない。ちょっと休んできたんだけど。よしよしよし、こうか、こうか、こうか。まあ、ということでね、ちょっと次回、ポケットモンスター、続き続編ね、やっていきますので、よければ見てください。ではね、こんな感じです。いやー、激しい戦いやったけど。まあ、なんとかね、クリアしました。ぜひ皆さん、チャンネル登録とね、高評価の方もぜひお願いします。また、僕、Twitter、インスタ、TikTok もやってるんでね、動画下概要欄からフォローよろしくお願いします。では、ありがとうございました。